特定非営利活動法人森の学校は東京都中央区銀座に事務局を置き、里山の廃校になった木造校舎を拠点に関東を中心に環境教育を行っている自然学校。子どもから大人、家族、団体と幅広い層に対して自然体験、野外教育、環境教育、食育などに関する事業、そしてそれらに関係した 様々な事業を行い、自然の営みの奥深さ生命の尊さへの気づきと、人との触れ合いの中から、豊かな心を育み、健全な人間性の形成を行うとともに、すべての生き物、すべての人類が共に暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。全城の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 社会教育の推進を図る活動まちづくりの、推進を図る活動文化、芸術または、スポーツの振興を図る活動環境の保全を図る、活動子どもの健全育成を図る活動以上の、活動を行う団体の運営または、活動に関する連絡、助言または援助の活動以上、定管より、旧波の第三小学校。山里の中にある一階建ての木造校舎。 校舎横を阿波の川が流れ、周辺には前日光筒人の湯光流館、上流部には横根高原や前日光ハイランド牧場、井戸湿原がある。旧竹部小学校。田園風景が広がる里山の中にある2階建ての木造校舎。すぐ下の渓流では、毎年夏に鮎漁の屋根が作られる。町内には、馬頭広重美術館や馬頭温泉郷がある。 主なプログラムは、リバートレッキング、フライフィッシング、ネイチャークラフト、ダッチオーブン、田んぼ体験、畑体験等の農業体験など、子どもキャンプや親子キャンプなどの野外活動のほかに、企業の CSR 活動にも協力。2004年より宝酒造株式会社の CSR 活動、宝田んぼの学校に協力して企画、運営を行っている。2010年、 ハウジングコミュニティ財団の助成を受け、都市と農産村の子ども交流キャンプを実施し、木造の廃校舎を活用した地域の再生を目指すと、共に月島の生ゴミの堆肥化の模索を行った。ふくるる森の賢者と称されるフクロウがモチーフになっている。当初は難もくんだったが、校舎移転を機に2010年解明。ありがとうございます。